はい、皆さん、こんにちは。昨年、2020年ですね、8月の1日、岡山県の検証会のご婦人から電話があって、いろいろね、20分ぐらい話をしたんですけれども、まあ、浅井先生でね、これ、言ってあげたんですけどね、これ、池田先生に置き換えたら、あなた、創価学会と言ってること同じじゃないですか。でね。で、創価学会はどうのこうの、検証会は浅井先生はって言うんですけどね。で、全く一緒ですね。そこに気づかなきゃダメですよね。で、まあ、ご多分にもですね、国立会談とおっしゃってるんですよ。もう、検証会ってそれしかないんですかね。でこれは国中会の浅井、田中智学がですね、軍部とひっついて、そして軍部におもねいてですね、国立会談説っていうのを作ったんですよ。今はね、民主主義になって時代が違うけれども、政権与党の自民党とにですね、公明党がひっついて、ね、やってるのと同じようなことをやってたんですよ。で、不修文もね、確かにこのご婦人の言われるように、一時ですね、まあ3年間ぐらいかな、ちょこちょこっと国立会談という言葉は使ったこと、これは事実なんですよ。だけど、もう日達小人芸家が、この言葉は、今の、時代にはそぐわないと、誤解をさせてしまうから、一切使うのは禁止ですというのは使いませんよ。それをまだ国立会談ってね、言ってるのが、現在の検証会員ということです。これはね、ちょっと聞き苦しくってね、声が遠いと思うんですけれども、このご婦人のと僕の会話ですね、僕の声がちょっとね、遠くって聞こえにくいと思いますがね、ここにアップさせていただきますので、お聞きください。そして一日も早くね、検証会をお辞めになったらよろしいんじゃないかと思います。じゃあ参ります。もう動画に見えてたりするんでしょ？なんか前のご指導とかは。じゃないのかな？前の誰のご指導？浅井先生のご指導とか。みんな YouTube で。一応聞いてますよ。最近なんかアップしてるからね、YouTube で。なんか嘘ばっかりついてたじゃない。もう
検証新聞なんかみんな大体私もねそうしてますけどね。ああ検証新聞読まれてる。もう日産っていうかあのバケツ2杯の血を吐いて死んだとかずっと言っちゃったりね。それからなんか少年部のなんか幹部が、私の遠い親戚が日産使用人間かの、親戚で葬儀に参加したとか、その人たちがバレたっていう、そんなあれ打ち方がいいなんか名前忘れたけど、はい、してまして、あと最近ではなんだっけ、まだ言ってた、あのあれあれ。山崎雅人もね、私の時の岡山に行ってきました。5人しか参列者がなかった。松野さんが顔で、ね、亡くなったなんてね、あの言ってますよ。この世の苦労を全部、ね、あの受けて。ちゃんとね、写真が、ね、あのありますからね、山崎雅人さんの葬儀の時に。もう数百名が捉えてまして、本当にあの、泥面のごとくっていうあの、墓所があるんじゃないですか。で、あの、そこで亡くなったっていうのは、もう一目瞭然なんです。検証は5人だけ、祭壇もなく、あ、どうだったなって検証してるとか。あなたはね、騙されてるんですよ。でもね、一切は現象には近くじゃないですか。なので、これだけの偶像が叶っていること自体が、私大統領自身がもう大統領様のご無事で、大統領様の恩恵だけを恐れて、ちょっと本当に大家の身でね。入れられなくなることや。入れ替えてくださいによって人によられるんですよ。でも、浅井先生、あるいは学会は池田大作という人間の、人間を信用してるわけです。浅井少子さんだってもともと日大少子の人だからね、あなたご存知で。でも、そこに。昔の新人当てて今帰ってきたんですよ。なんて、都学会でやってることは全く同じっていう。ああ、ね、そういうふうに言われてるんですよね。言われてるんですね、じゃなくていいんでしょ。でも。前は、もうなんか、なんか、誤解を予想のこの、させていただきたいと、なんか、そういうのを、あの、まず日常に芸家に懇願してるんですね。まあそういうね、だからなんかね、やっぱり国立階段ですよね。もう国立階段なんで大統領様が。それは、明治、それこそ、明治以降、明治以前って言って、ね、全部歴代戦死商人様が幾同門に、やっぱり国立階段を、唱えておられた。田中企画報酬会の人間が、民族主義と結びついて、ね、あの一連大商人の復興は今の国の政策とね、で、国立階段を作る、そういう時代があったんですよ。だからこの、ね、文字が広まったんですよ。日達商人原価は完璧にあので認定しますとしてますよね。商人でね、3年間国立階段っていうことをちょこちょこっと言われたことあるんですよ。だからそれはもう今の民主主義の時代とは合わないので、で今後一切国立階段という名称は使わないようにと言ってますと、今の国立階段とはもうね、本もガイダル大御本堂様までももうね、捨てたてましたのでね。ガイダルの大御本堂は、天正会は一応肯定してるけど、要配分業だって、結局は大切に行くなって否定してるんじゃないですか。行くなっていうか、正されたんですか。ガイダル大御本堂を拝みたければ、日蓮宗主の信徒にあれば、明日でもね、お目にかかることできるんです。でも、私先生に至って、全く信心がないことが今、浮き彫りになってきたので、私たちは両替本業で大歓喜で大苦楽をいただいて、もう、本当に今ね、最後の戦いを、今、私先生は、もう、国家産業の3度目ですよね、今、平成9年。だって、やっとなんか、この前大宣伝してたじゃないか。
300万人になったとかさ、なんざありがとうございます。新人ですから、人数じゃないからね。新人だから、幾度もに日光、ね、やっぱ日光上人様も、高専の風の時、怒り国主、この本を用いられる時の、必ず富士山に建てれるべきなりって、国立階段っていう文言が使われてなくても、明治以前ですよね、政治上人様。国立階段。文言はないけれども、それを指すことは天秤のごとくが決まって。でも細井館長も富士山に国立階段を建設せんとするのが日蓮召集の使命で、大略蓮華35年1月号を見てください。人の命は。でもそこにこれがあれですよね、あの第六天の魔王ティサルミニーニシに成長しようとするなしっていう、本当に第六天の魔王が、まあ、池田大作ですね、一番妙理万神臆病臆病病死のゆえにね、馬が入って、そこに細い日達、漢字という立場で急げなければいけないのに、夜通してお金にとろかされて、協力したじゃないですか。なんであの日蓮召集が、ね、おばこやしたの？ハモン？ハモンにしたのって、ね。召集がなんで創価学会をハモンにしたの？日蓮召集が創価学会をハモン。創価学会が出たがんべなかのハモンになったわけでしょ。これは再生する痛みですよ。今以上ごとくの言って。だからなんか大聖人様と同じように。池田大作を言いだかりしたの。やってること全く同じじゃないの。全く違います。それ多いですよ。それは。国立の階段一本でね、あと、天母山に総本山を作ることとかね。え、阿毛ヶ原ですよ。阿毛ヶ原か。なんかじゃないか。阿毛ヶ原。まあ、それだった時じゃないの。そうですね。もうね、でも、本当に、これは、もう、なる時じゃないと、本当ね、ああ、そうか。でも今、日蓮召集のずさんな、ね、やっぱし、こともいっぱいお聞き、まあ、何を信じるかは、まあ、本当ね、一人一人なので。あの、信心です、信心。だから、あなたはね、浅井翔平さんの言うことを信じてるわけでしょ。だって。言うことを混ぜてるっていうのはね、創価学会も検証会も全く同じです。でも、根拠がありがたいんですよ、もうこれ以上のことはないので。もうこれが、やっぱり。今、創価学会根拠をやってない、あの、やってて、老の妙に苦しいって。やればやるほどもう本当に苦しいって。で、そういう人は多いんだけれども、やってるんだ、それ。だから。で、検証会は拠点にあるのは日府上人の店のことですね。店ではないですよね。分身であられますので、直接、直ちにご本尊様に連れてますので、だから、大宝宮大願成就のご本尊様は、外苑の大御本尊に行ってたり、5年前に改修で変更してね、大宝宮の改修を開いていますので、でも真実な一人は関係ないんで、心は。外苑の大御本尊様は方向を定してるんだけど、まあ、この辺でやめときましょうか。まあまあ、言ってることは、池田大作と浅井翔平を入れ替えただけということですね。これ、階段の大御本尊は一応認めてるんですけれども、要配言行でうんぬんと、結局は生かさないようにしておるわけです。で、日達上人芸家がバケツ何杯かの血を吐いて死んだとかね、嘘を言ったり、山崎正友さんがね、
全然、人が来ない葬儀で地獄の層を表して死んだとかね、こういうのみんな嘘がバレてますよ。ちゃんと写真もありますよ。数十名のね、日蓮宗宗のご僧侶が山崎雅朝さんの葬儀に来てですね、ちゃんとした成仏の葬をして亡くなられたということはね、明らかなんですから。しかし、検証会の言うことを信じているということですね。そういうご自分を冷静に、見つめられて、検証会は間違っていると思われる方は遠慮なくお電話ください。私の電話番号は、私は大阪にね住んでおりますけども、 090-9626-7585、 もう一回言いますよ、 090-9626-7585。 所属寺院は日蓮宗宗妙林寺、大阪市内の手塚山にある寺院で、ございます。なおね、非通知で電話しても私一切相手にしませんのでね。そしてお電話かけられるときは必ずあなたの実名、お名前ですね、どこにお住まいかということですね、必ずおっしゃってください。まあこの検証会のご婦人もそうなんですけどね、最初から私は検証会ですって素直に電話をしたらいいのに、最初ね、最初の5分ぐらい隠してって、やっと検証会ですなんてね、やはり正面切って検証会っていうのが、やはりなんていうか、ためらわれるということですね、心の中に。というのは、自分がインチキをやってるということが分かってるということなんですよ、無意識の中でね。それがもう電話口ですぐ分かりますよ。以上です。じゃあまたお会いいたしましょう。